チ君たちまだ戻ってきてないみたいだね。おじさんもそろそろ帰らないと。バッチャが親戚の相手しろってうるさいから。あ、私も一緒に行きます。離れに泊まってもいいですよね。おお、リカちゃま、どうかしたんかい。富田家を見ていませんですか。もしかすると高野と一緒かもしれないのです。ああ、その二人ならさっき駐車場のとこで。おいしい。探しましたよ、フルデリカさん。ちょ、刑事さん、あんた酔ってんのか。なんてリカちゃん、何やってんですか。やっと謎が解けたんですよ。あんた、いい加減に。どうして大石が。おやしる様のたたりの正体は分かってんだ。正直に白状しろ、フルデリカ。何を言ってるの。連続開始事件は全部お前の差し金だって分かってんぜ。そんなわけないじゃないって言ってももう無駄なんでしょうけど。だゆいだゆいだゆい、たたりもこのかゆみも黒幕であるお前とこの村のせいだ。大石刑事、話ならそのザキ家次期当主の私が聞くから、リカちゃんを解放して。ねえ、ダメ。今のうちにリカちゃまを邪魔をするんだ。シオン、やめて。嘘でしょ。もうやめて。しーちゃん、みーちゃん。レナはケイちゃんたちのことお願い。さあ白状しろ、正直に白状しろ、フルデリカ。理想的だったはずの世界がこんなにもあっけなく。ねえ、なんて言った。いいわ、もう終わらせましょう。おい、たたりの秘密を解き明かせ、何もわからずし、このドガキが。しゃべり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 